さあ今回はまだ回っていないホールと、あとこのホールから離れた北ホールの方ちょっと回ってみたいと思います。で、回ってないところにすごい車が止まってるらしいんで、ちょっとそれ一緒に見に行きましょう。さあご紹介したいのはこちらのウーンテックさんのブースでございます。あの、僕のふるさと群馬のショップでございます。連絡してないんで突撃です。お疲れ様です。いきなり撮ってますよ、はい、あ、マジでこれ靴まだ脱いでました。ありのままを伝えるボンドチャンネルなんで。わかりました。田口さん、ちょっとデモカーを紹介してもらっていいですか。あ、もちろんです。今回このニュートレールブースさんの方にうちの今年のデモカーフェラーリ488を持ってきました。これエアサスっすよね。エアサスです。やべえっすね。これうちのブルームのエアサスがついてます。なかなかクレイジーな車高になってますよ、はい、もう指2本分ぐらいの。でフロア着地してます。これ以上下がんないですね。さすがにあのうちも車高端の車作ってるんですけど、はい、ここまで低いのはいないですなんか結局フェラーリあの大体走れる車高っていうのが多かったんですけど、もう車高端にしてあえての逆に21インチ通しでどのくらいボディのシルエットが良くなるかっていうのをやってみたくて、個人的にミニカーで一回やったんですけど、そしたらまあまあいい感じになったんで、まあ、結果オーライかなって感じですね。これはやばい。これ見てこれ、もうあの完全に被ってます。完全に被ってます。完全に車高落ちきてます。これエアサスにすんのって488大変なんですか。488は割と簡単だったですね。まっすぐのショックだから。まっすぐのショックだから、東側の方にマクラーレンも作って持ってきてるんですけど、マクラーレンは本当に大変だったんですけどフェラーリは本当に言い方す、柔らかくすればマクラーレンよりは簡単。なるほどですね、はい、じゃあもう限界突破したい方にはもうエアサスおすすめということで。おすすめです、はい、は全然走れますし全然戻せるんで。あ、そうなんですか、はい、なるほど。じゃあ車の加工はあんまりしないで、はい、エアサス化できて、ほぼ出していきます。でホイールもこれ今回これに合わせて作ったんですよね。そうなんですよ。これ今回これに合わせて作って、結構こだわりがあって、フェラーリとかのハイエンドって結局今アウターインチが取れないじゃないですか、はい、で大体このリムの上に刺すようなあの、まあ、メッシュホイールが。そうですね、リム取れないんですよね。取れないじゃないですか、はい、でそれを今回いろいろブレーキ等々を測って、なおかつあのリバースマウントじゃなくて上からのマウントで。あ、なるほど。なんですけど深く見えるように ここだけポリシーしてるんですよ。フライングサイドの仕組みになってる。これによってあの少し奥行きがあるように見せてる感じです。もう限界までリップ取ってるんですね。限界までリップ取ってます、このラウンドもこれだけで 0.5 インチ取れてですね、はあ、い、めちゃくちゃこだわってます、ね、めちゃめちゃこだわってます、ね、でこれフェラーリエンブレムも、はい、これ単造ですか。単造です単造ですこれも一緒に作ってもらったんですか。これフォージドです。すげえ。これもなんかあの僕個人的に赤のフェラーリと黒のフェラーリだったら黄色のエンブレムもいいんですけど、このボディのシルエットとこの白さだとそこだけ浮いちゃうなと思って。ああ、確かに確かに。消したかったんですよね。あと隣のもそうですか。隣のはあの岡崎さんのストレートオートワークさんの車ですね。あ、なるほど、はい、同じくニュートレイルのホイール入ったりとか、ね、異様な雰囲気がここのエリアだけ漂ってますけども、結構なんか今回も海外の方がいっぱい来てるじゃないですか。見てくれてて大変嬉しいですね。なるほど。じゃあもうエアサスはもうムーンテック田口さんにお任せくださいということで、ぜひぜひお問い合わせお待ちしております。ムーンテックさんブースをご紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いて北館にやってまいりました。北館はケミカル類が多いのかな。わ、すげえ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 。神風コレクションさん、なんとシトロゼックと TDF F12 すごっ。電気代がやばそう。シトロゼックといえばあのノビテックのデザイナーの、わわわわ、目がちっちゃい。車はポルシェの 928S4。 え、これホイール何、935みたいじゃん。ホイールかっこいいね、クラシックで。で、DDF の方はシャンパンゴールドなのか、ちょっとピンクのやつなのかな。これエスカレーター降りてきて一発目、これインパクトあるね。こんなんなんだね。ソルゼックの車初めて見た。マジで鏡面じゃん、もうすげえ。あとはそうですね、やっぱりコーティングとか多いみたいですね。あとはケミカル類、力森さんもブース出したりとか、あとはあっちには G-ZOX さんとか。あ、ここでデモやってんだ。やっぱりなんかラッピング業界とかケミカル類ってアメリカと一緒でなんかすごいこう勢いがある感じ日本でもしますね。わわ、すごい。
ベルム。あ、本当だ、ズベルム入ってる。デズラも同じです。ぽいぽい、確かにぽい。確かにブラバスのクローラーっぽい。クローラーだっけ。すげえ。出ました、中国の電気自動車メーカー。ブースなんかかっこいいじゃんこれ。ください、ありがとうございます。これどうなってる。あのフェラーリのドアポケよりベロベロになりそうな気がさあ、そしてご覧ください、ノビテックさんのブースが。あ、何これ、 AK さんの何仕様で作られてるの。ローマ。そしてこっちは F8 の N ラルゴか。あれ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 、なんか見たことある。あれ見たことある。これ見たことありますね、完全に。すげえ、やっぱり正向きだな、やっぱりこの色と。こんな感じで非常に盛り上がってる北ホールでございました。さあ、というわけで会場をぐるっと回って雰囲気をお伝えしました。これからもうあと30分ぐらいかなで終了なんで、搬出の様子もお届けしたいと思います。引き続き2023年もボンドグループをよろしくお願いいたします。 SNS のフォロー、ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。絶対にエンジンをかけずということでみんな守ってます。まもなく爆音大会が始まります。ちょっとね、裏感聞きましょう、はい、ガチの直感。コメンタでも R6 が入る。そして R6 もあまりお聞かせすることがないんで R6 と。あと意外にあのカウンタックは静かという予想をお伝えしますね。多分あのロベルトさんの辺とか、あのリバティウォークさんの辺とか、まあ、あとうちも含めこの辺から爆音が発せられるんじゃないかなと。で意外に今回トヨタさんは EV とあと水素なんで静かなんじゃないかなっていう。フルフェイス1個分のスペースしかないんだ、はい、何も言ってません。え、これじゃあ出かけられないじゃんこの車。出かけられない、出かける車じゃないから。ツーリングもだって行けないじゃんこれ。無理でしょ。シアンもこの大きさしかない、遠くにツーリング行けないじゃん。行かないです。日帰りです。荷物用の車が一つ。あ、そっか、はい、並走してもらって、はい、やば、はい、あ、ていうかフードこうなってんだね。そう、すげえ。プラットフォームはシアンなんだろうな。あー、なるほどね。シアンとカウンタック2台ともこれだから。あ、そうなんだ、シアンもこれなんだ。何も入らない。すごっ。で、全部カーボンじゃん。はあ、なんかアベンダドールが便利に思えてきた。まだ物価が荷物増えるから。SVJ が便利に思えてきた。いやー、これも目立ってましたね、はい、めちゃくちゃもうちびっ子からもう外国人までめちゃくちゃ人気の車でしたね。そしてもうここファントムが映えスポットとかしてました。一回怒られました、写真が撮れないって言うんで。僕がたまたまここに立ってて、お客様と話したら、ちょっと写真撮れないんですけどって言って、本当に失礼いたしました、はい。すげえな、地響きみたいな音もしてる。ご一行はやばい。すげえ。ですね、バルブが閉まってました。TPO をわきまえておりました。
出てくる。あれ、音がしないっていうか、ヒュイーンって音も体感音ちっちゃい気がする。 GTS とかは GTS 専用サウンドになって。あ、そうなんだ。カメラマンに教えてもらっちゃいました。あ、じゃあ何、普通の S とか 4S とかってあんまりしないってこと。あ、そうなんだ。確かにモード切り替えするとなんか音変わったりとかするよね。めちゃくちゃいいロータリーの音がしてるなと思ったら FC が、あ、臭い富士スピードウェイの匂いがするうわー、すげーオイルの匂いするな あのモトクロスのバイクの匂いがする。すげー。あ、これロケットバニーじゃないの。結構いい音するね。